はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。スーパーロボット対戦 V では続きをやっていきたいと思います。次は第34話ですね。このまま進んでいきましょう。日本光子力研究所ヤマト技術解析室。ヤマト機関部に侵入したアンドロイドのデータ解析が終了した。技術体系はガミロイドに似ていると。出力の回復にはまだ時間がかかる。いやすごいね、敵アンドロイド。てかないも結局どこの技術だかよくわかんないよね。ヤマト格納庫。暇なのか。暇なのはいいことだ。でもパイロットでもメカニックに詳しい人とかいるよね。ナインが働き詰めって言ってもな、疲れとかはあんのかな。もちろん知ってたさ。絶対知らん。サブちゃんって誰？あ、こいつか。なんでもない、気にするなって気になる。共に稼働しているのが信じられない。いやでもそうするとやっぱり主人公の操縦テクニックはすごいんだな。それができないのが男だよ。
まあ当然だろうとか。ロボットだからさ、寝ることも多分ないよね。スリープ状態とかになるのかな。光子力研究所付近。捨てないでくださいって。熟年夫婦なのかよ。そういや、こいつどっから給料もらってんの？ヤマトからもらってんのかな？動画多種的なやつかな？過去にはこだわらないってことだね。
スピードとパワーどちらだと思いますか？これはパワーでしょう。パワーで押し切る。エージェント全く同じだ。ちょっと着てる服が似てるね、さっきのアンドロイドと。対抗戦的な何かを食らったのかな。何って。生身の時にぶっ倒すとこよこいつ。どのくらいの怪我をしてるんだか全くわからん。第34話、解き放たれる希望。あとはトレマヨス出して、スメラギさんめちゃくちゃレベルが低い一人だけ。おっと、艦長出すか。距離8000。主人公は出るか。そうするとヒュッケバイン、グルンガスト、ダブルゼータ、ニューガンダム、カサウェイ、あとはトビア
とシーブック出してユニコーン、グレートマイトガイン、やっぱ社長は必要だからね。シンゲッター、マジンガー、ビューナス、レーバテイン、エヴァ、あと2機、あと2機か。ストライクフリーダムとクアンタリ行こう。健忘症のお兄さん。失敗を忘れるっていうか、多分消去されてるんだろうね、失敗の時の記憶を。まあでもヤマトはね、まあ動けないとはいえ落ちないからね。防戦を主としろ。一筋縄ではいかないだろう。グーリーの撃墜と増援が予想される場合もある。はあ、はあ、あと前に出よう。戦艦はじゃあここに残しておく。直営をつけるやつはつけたいけどな。ゲッターは前に出そう。ここら辺もちょっと前に出して、まあ、グレートマイトガインは直営につけて、ソウスケも直営につけて、こいつもここにいよう。で、エヴァもここでいっか。クアンタとかは、モビルスーツは前に出そう。ある程度の機動力があるから。多分、帰還できるでしょう。ハサウェイとかね。よし、こんなもんか。全員前に出てくるかな。おお、全員前に出てくるね。もう早速来てるし。別のやつか。まあそうは言ってもね、攻撃はできるか。よし、ぶっ倒せるやつからぶっ倒していこう。じゃあこの位置で待機でいいかな。フィンファンネル2個使う。7900 OK。 アムロはねミノフスキードライブで飛ばしてあるんで、スーパードラグーンも使っていこう。届かないか。
ベスバベスバもねだいぶ射程上げてるからね。ジュドウもうちょっとこっちに置くか。ハイメガが入る位置で、ファイナルビームを使って、バナージュはねなるべく早めにユニコーンになりたいから、ユニコーンとかデストロイになりたいから、イノベーター右から来るかな。そうするとまあこっから狙えるやつを狙うか。もう狙えないかな。よしよしよし、いい感じに減らすことができればハイメガで一掃できるからな。MTD なかなかいいところに来てる感じがするけど、32,572% か。なぜかグーリーに友情が芽生えた。つまらん人生かどうかは別にさ、自分が決めればいいことだよ。こうした。割と出てくるね。時間がない。まあ俺としては倒せるやつは倒しておきたいっていうのがあるからね、やっぱり。そこそこ入るか。もう一歩左だったね。もう一歩左に行きたいけどな。マルチアクションは全然使えないからね。まあいいや。熱血覚えてるな、そういえば。使おう。祝福もかけておくか。これ以上やらせるかよ。こいつで決めてやる。まあ、ザコシリーズは全員倒せるよね。で、こいつが13,000か。ゲッタービーム、グーリーにしか当たらんね。射程の長さは重要だね。ヤマト倒せるのを倒す。あとはな、スネラキさん倒したいけど3800いけるか。 GL キャノンで。フィンファンネル、いいね。すげえ、やっぱ射程が長い。おっと、艦長はハイパーメガ粒子砲7900。無理か。宗介に
任せよう。これさ2個しかないんだ段数少ねえな、あんまり強くない割には。よし、お、気力プラス10、いいね。最初から気力が高いのは割と助かるからね。もう少しな、倒しておきたいんだよな、やっぱり。49、あと1か。ゲッター、少し前に出そう。あとこいつが、あれ、こっちか。ミノフスキードライブ持ってんのか。なんかな、ターン制限で勝手に死んじゃっても嫌だしな。時間がないとか言ってたからね。もう一ターンだけちょっと待つか。ストナー参戦か、マジで人気使うなこいつは。次のターンで決着をつけよう。この数だったらいけそうだからな。1万3000だから、まあ普通に反撃をしておこう。よくかわすな じゃあまずはユニコーンNTD。 近場のやつはやっぱりみんな減ってるか。マグナムで遠くの敵を狙って、ハサウェイの援護で3300、いかない。撃墜数を稼いでいこう。49、リープスラッシャーも遠くの敵を狙っていって、よし、お、熱血が勇気に変化する、アイアンエンブレム。そもそも熱血覚えてなくねこいつまだそういうタイミングなのか。あれ、こいつは、あ、なってるか。スメラギさん GN キャノン、よし、いけるね。最低でもね2体以上倒さないとオーダーをやった方が得になるからな。トビアでいくか。あー、これはもったいないね。ビームザンバでいく。そろそろ熱血を覚え始めるレベルか。じゃあ勝負を決めよう。祝福がかけられる、劣化で決めるか。消えな、ガーディム。2号部隊のお箱で行く。距離を詰める。打ち込む。大サービスだ。待ったけ。俺の命。こいつから逃れる術はないのさ。ミノスキードライブやった。ミノスキードライブは何より移動力上がるからね。別に宇宙でも。あれ、なんか顔が。
さ、敵の顔とかさモニター越しで見えんの？知らなかったのか。これは処分されるな。ほら、なんか出てきたよ。こっちかよ。茶番は終わり。行きましょう。まだだ。これが美しい戦いというものよ。さすがにやばいか。こいつの方が下っ端なんだ。なかなか従順だね。ありがとうございます。なんか取り出したよ。何これ。グランバング強化型。逃げられると思うなよ、ルリー。こいつとロンキャノンで仕留める。こいつを食らいな。よう。グランバンクだ。そうかな、スピード型じゃないんだけどな。
ジェイミー、リータ、スラウシル。ダメだ、覚えらんない。まあ勝てるでしょう。今回のねスパロボは結構緩めですからね。めんどくさいから来るのを待とう。もう一ターンかな。切るやつは反撃すると。いってえ、食らった。もういったんか。しかもダブルゼータ狙いかよ。クラスタースマッシュでさっきのやつかな。こんにちは、愚かで無様な皆さん、行きましょうか。まだまだ追い込めば耐えられる。できれい、もらった。こんな非効率的な攻撃見たことない。バリアフィールド持ってたけど強化パーツでつけてんのかな、それとも機体にもともとついてんのかな。バリアフィールドも意外に数あるからな。プトレマイオスでよし、いけるね。まあまあ稼いだかな、スメラギ3本。あとはマジンガーとか全く戦ってないね。マジンガーね、意外に撃墜数が少ないんだよな。38機。エヴァどこ行った。あれ、エヴァいなかったっけ。まあよくわからん。てかこいつもあれだな。あ、でも一応なってんのか。おっと、環境もな。悩ましいね、なかなか。ロッキーでいくか。あ、入らないし。ユニコーン。ハサウェイ。さて3万か。バリアフィールドは強化パーツだね。これじゃあパクっとくか。ストナーサンシャイン、ヨーマ様をなめんなよ。感じるぞ、ゲッターの力を。3つの心が1つに。俺たちの思いがゲッターのパワーを引き出す。トラーンシャイン。ここを整理すれば獲物じゃないかも。パワーだのにって私の好みじゃないのよ。
奴はいねえのか。あとは熱血を覚えているから火を使うか。死にたくなければ脱出しろ。ここで決着をつけるしかない。伊達じゃないみたいね。この戦場は私のゲーム場。行きましょう。まだあの程度の攻撃ならかわせる。よし、これはもうプチナインヘルプを使って、こいつがまだな熱血を覚えてないんだよね。で、一番強いやつは黒曜、名前はなかなかいいね。余裕の態度もここまでだ、ジェイミー。見て驚きやがれよ。汎用紙生成完了。ブルードライブ成功。落とされた、この私の。やっぱりすっきりした攻撃だね。必殺技にしては。あ、魂覚えた。気絶とかしたらさ墜落しないのかね。回避アップ、ここら辺まだ全然つけてないんだよな。ヤマト医務室、看護師。ナインは看護師の資格を持っているのか。
人間を教えてくれたって。全然わからん地球再生システム。もう一つくらい武装が増えそうだね。こいつらさ、みんな外で聞いてんの？どうしたどうした。コロニー落としか。とりあえず機体がじゃあ変わったけど、その前にファクトリーを見に行くか。エースパイロットハサウェイ。
宗介。タックポイント200か。ここら辺のおすすめ品は特にいいか。まあただね、改造はもう10段階になってるからね、そもそも特にという感じなんだよな。機体性能黒曜7100か、だいぶ強いね。グルンガストとか5100しかないからね。マックスまで機体と6400。あとケートラ貢献の案件札がどこまで伸びるかだな。早くここら辺の武装が欲しいな。ユッケバイもブラックホールクラスターとかあるよね。ブラックホールクラスターはあれか、グランゾンか。ブラックホールキャノンだっけ。あとはまあちょいちょい鍛えていけばいいかな。それなりにお金も貯まってきたからね。というところで、じゃあ第34話これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。